オーディシャスは、イギリス海軍の戦艦、キング・ジョージ5世級。1912年9月14日浸水。沈没するキング・ジョージ5世級、オーディシャス。第一次世界大戦中の1914年10月26日、オーディシャスが所属する第2戦艦戦隊は、3D1 から出港した。その目的は砲撃訓練であった。午前8時45分頃、 通り島北西沖でオーディシャスは植来した。オーディシャスは機関室への浸水で航行不能となり、現場に現れた客船オリンピックによる栄光もうまくいかなかった。また、軽巡洋艦、リバプールや球団乾燥オンヒルも栄光を試みたが、成功しなかった。オーディシャス栄光を命じられた戦艦エクスマスが現場に到着した時は、 オーディシャスはもはや救える状態ではなくなっており、転覆した後午後9時に爆発を起こして沈んだ。乗員は全員無事救出されたが、爆発の際に飛んだ甲板の破片によりリバプールの可視官一人が死亡した。機雷は10月22日から23日夜にドイツの機雷不設区カンベルリンによって不設されたものであった。オーディシャスの喪失は秘密とされ、戦後まで公式には、 沈んでいないものとして扱われた。同艦は嫌いによって沈んだ、史上最大の軍艦である。ありがとうございます。